増血幹細胞とその細胞系統増血幹細胞とは、血球系細胞に分化可能な幹細胞である。人生体では主に骨髄に存在し、白血球、赤血球、血小板、肥満細胞、樹状細胞を生み出す。血球目細胞、骨髄幹細胞とも言う。幹細胞の定義として、一個の細胞が分裂の結果二種類。 以上の細胞系統に分化可能であると同時に、肝細胞自体にも分裂可能であり、結果として肝細胞が耐えることなく生体内の状況に応じて分化、自己複製を調整し必要な細胞を供給していることになる。血球系の細胞には寿命があり、増血組織より供給されなくなると徐々に減っていく。この寿命は血球の種類によって異なり、 人では赤血球、リンパ球、甲中球、血小板などである。人の増血組織は骨髄内に存在するが、すべての骨の骨髄で増血が行われるわけではなく、胸骨、肋骨、脊椎、骨盤など体幹の中心部分にある扁平骨や短骨で主に行われる。その他の腸管骨の骨髄では出生後しばらくは増血機能を持つが、 青年期以降は増血機能を失い、加齢と共に徐々に変炎部位が死亡組織に置き換わっていく。最長の大腿骨でも25歳前後で増血機能を失う。なお、発生直後から骨髄で増血されているわけではなく、骨髄増血が始まるのは耐性4ヶ月頃からである。それ以前は、初期は卵黄脳で、中期は肝臓と脾臓で増血される。なお、 肝臓と脾臓は造血機能を完全に失うわけではなく、血液疾患時には造血が見られることもある。骨髄には造血細胞だけでなく、脂肪細胞、マクルファージ、肝陽幹細胞などが存在し、造血細胞の中にも分化した蒸気血球系細胞及びそれらの染駆細胞が存在している。多分化能を保った 増血幹細胞はこれらの中のごく一部であり、最新の学説においては、骨組織と骨髄の境界領域に高頻度に存在し、骨組織内の骨が細胞との接触が、その維持に重要と考えられている。マウスの実験において、大量の放射線を個体に照射すると増血障害が発生するが、MHC の一致した他のマウスより採取した。 骨髄細胞を移植すると、その増血機能が回復することにより、骨髄細胞内に増血幹細胞が存在することが証明されている。さらに、血球細胞の表面抗原に対するモノクローナル抗体を組み合わせて、フローサイトメトリーにて細胞を潤化する技術が開発され、骨髄細胞より高濃度で増血幹細胞を潤化することが可能となっており、一個の 細胞を移植することで放射線照射したマウスの増血機能を回復することが可能になっている。以上の知見をもとに臨床を応用されているのが増血幹細胞、移植であり、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの血液がんの治療などに役立っている。疑似科学の千島学説は、増血は消化器官の特に小腸で行われると主張する。しかしこの説は、 科学的、医学的に認められていない。ありがとうございます。